かったわね。喜んでくれて嬉しいぞ。今日は大奮発したからな。お姉ちゃんに出されるご飯はいつも豪華だ。今日もデザート付きのご飯を食べているけど、私のご飯はこれ。私は奥秋雅美、小学4年生。私はいつもおかずなしご飯を食べているんだ。ん？その時お姉ちゃんと目が合って、意地悪な顔で笑った。昔はこうじゃなかったんだけど、昔はよく家族みんなでお出かけすることもあったし、私あれになりたい。おお、怖そうだな。早速並びましょうか。まさみ、あそこまで競争よ。お姉ちゃんもとっても優しかったんだ。うぅ、こらー。お姉ちゃん、私の妹に何やってるのよ、あんたたち。よく近所のいたずら好きの男子たちから弱虫の私のことを守ってくれたんだ。だけどそれから数年が経って、将来は大女優だな。今から楽しみね。お姉ちゃんは社交的で成績も優秀、パパやママのご機嫌取りも上手だし、今は劇団に所属していて、パパもママもお姉ちゃんの将来に期待するようになった。だけど私はいくらお勉強を頑張っても成績はクラスの最下位で、おまけにどんくさかった。さすがにおかしいわよね。それでママと一緒に教育センターに行って発達検査をしたら、そんなどうしたの？境界知能であることが分かったんだ。私は他の人と比べて IQ が少しだけ低いんだって。日常生活に支障はないけど、それが分かってから次第にパパもママもお姉ちゃんを溺愛するようになった。だけど学校のみんなは優しくて、まさみちゃん今日一緒に帰ろうよ。うん、お友達はいっぱい。私は学校では楽しい毎日を送っていたんだ。そんなある日、あれ、お姉ちゃん。学校の廊下をお姉ちゃんが通るのを見かけて、お姉ちゃんまた一人なんだ。なぜかお姉ちゃんは学校では一人でいることが多いようだった。お友達はどうしたんだろう。そんなお姉ちゃんの姿がなんだか気になった。俺は神谷蓮太郎、アントンさんに憧れる便利部の部員だ。今日は近所の小学校に俺たちひばり西高校の生徒が交流に来ている。地域貢献活動の一環として定期的に小学生に学習支援を行うことになってんだ。ああ、なんだか賑やかでいいな。アントンさん、アントンさんも今日はこっちに来てんすね。みんなの好きな食べ物は何かな。俺はカレーかな。私はクリームシチューよ。その時、はい、私白ご飯。白ご飯。まさみちゃんという女の子がなんだか妙なことを言い出した。好きな食べ物ってどう？カレーとかプリンとか。私おかずはあんまり食べられないから。俺たちはその日の放課後、ちょっと気になったもんでアントンさんと一緒にまさみちゃんの家を訪ねたんだが、すごい、特別に注文したんだ。おいしそうね。なんじゃりゃ。ちょうど晩飯時で窓から見える光景に衝撃を受けた。船盛り。しかしまさみちゃんの分は。今日3人はお刺身の船盛りを1人1船出前で頼んだみたいだ。大きいな。3人分の大きな船でテーブルがほとんど埋め尽くされていた。このマグロ美味しいわね。新鮮だな。だけど私はいつも通りだ。少ない白米をなるべく長く食べていられるよう少しずつ口へと運んでいた。私マグロが嫌いなのよね。ほれ、あんた食べなさい。え、お姉ちゃんはそう言って私のご飯の上にマグロを一切れ置いたんだ。あんたには残り物がお似合いよ。まったくだ。うん、私はその後お風呂に入ってからお姉ちゃんのお部屋を訪ねた。さっきのお礼を言うためだ。お姉ちゃん、さっきはありがとう。お刺身美味しかったよ。私はお姉ちゃんのおかげで久しぶりにおかずを食べることができたんだ。だけどなんだかお姉ちゃんの様子がおかしくて。ふん、あんたには残飯処理がお似合いなんだから、お礼を言われる筋合いなんてないわ。お姉ちゃん、
さあもう自分の部屋に帰って、私忙しいの。それは今日だけじゃなかった。お姉ちゃん、また別の日にもやっぱり部屋の中でこっそりと泣いているお姉ちゃんを見つけた。お姉ちゃんどうしたの？気になった私はお姉ちゃんに聞いてみた。何もないわよ、放っておいてちょうだい。そっか、お姉ちゃんはそう言ったけど明らかに最近様子がおかしかった。まさみちゃん、お家で困っていることとかない？え？ご飯が好き放題食べれないとかよ、何でもいいんだ。そうだぞ、何かあれば俺たちに相談してくれ。その日学校に行くと高校生のお兄ちゃんたちとアントンさんがなぜか私を心配してくれたんだ。何もないよ。それよりも、え？それよりなんだ。その夜、これでよしっと。私はお姉ちゃんのカバンに録音機を仕掛けた。事情を話したらミヤお姉ちゃんたちが録音機を貸してくれたんだ。まさみちゃんのお姉ちゃんの様子が何か変だって。それならこれを使ってみろ。これは。そうしたら明智さんがこの録音機を貸してくれたんだ。高校生のお兄ちゃんたちは便利部って部活に入っているそうで、学校のいろんなトラブルを解決しているんだって。そして次の日、お姉ちゃんが学校から帰ってきた後、私はお姉ちゃんのカバンからこっそり仕掛けた録音機を回収した。これでお姉ちゃんが泣いている事情がわかるはずだ。お姉ちゃんに何があったんだろう。何かわかればいいけど、きっと学校で何かあったに違いない。そして私は自分の部屋に戻って録音機の再生ボタンを押した。すると次の瞬間、はい、帰れ。許してください、私学校にいたくて。そこは教室のようだったけど、お姉ちゃんは泣いているようで。先生こう言ってますけど、どうしますか？ダメです。先生まで。家ではパパとママに溺愛されているお姉ちゃんが、学校ではみんなに笑い者にされていたんだ。そんな、あのお姉ちゃんが、まさか。私はなんだか複雑な気持ちだった。翌日、私は昨日の音声の真相を確かめるためにお姉ちゃんのクラスの前にやってきたんだけど、ここね。私は教室のドアの隙間からこっそりと中を覗いたんだ。そしたら、やめてよ。お姉ちゃん、そこには録音機で聞いた通りの、私が想像した通りの光景が広がっていた。もうやめてよ。お姉ちゃん、どうしてお姉ちゃんが。私はその姿を見て胸が苦しくなった。そして次の瞬間、やめて、私のお姉ちゃんを苦しませないで。まさみ、私はその光景に頭がきて、気がつくと5年生の教室の中へ飛び込んでいた。体が勝手に動いてしまったんだ。誰だよあれ、レイカの妹？私のお姉ちゃんはちょっと高飛車で傲慢なところがあるけど、お刺身を分けてくれたり、私を守ってくれたり、とっても優しくてかっこいいんだから。私の頭の中に昔の優しいお姉ちゃんの記憶が蘇っていた。私の妹に何やってるのよあんたたち。こんなに優しいお姉ちゃんを今度は私が守りたかった。だからやめてよ、お姉ちゃんを泣かせたら誰であろうとこの私が許さないんだから。まさみ、今でも私にとってお姉ちゃんはとっても大事な存在。私は泣きながらお姉ちゃんのクラスメイトに立ち向かった。だけどその時、かわいい妹さんじゃないか。うらやましいぜ。なぜかみんな笑い出したんだ。これってどういう、まさみったら。これは今度やる劇の練習で、今のは全部演技なのよ。そうなの？そう、すべて私の早とちりみたいだった。学校で一人でいたのは？夜に泣いていたのは？ただ一人が好きなだけだよ。夜に泣いていたのもお芝居の練習。なんだ。私は安心してどっと力が抜けた。
だけど嬉しいわ、私のために怒ってくれて。傲慢はちょっと余計だけどね。ごめんなさい。そう笑うお姉ちゃんの顔は昔の優しいお姉ちゃんに戻っていた。おかげで思い出したわ。私はマサミが生まれた時、あんたを守るって決めたのに。次は私がマサミのために怒らなくちゃね。お姉ちゃん？お姉ちゃんは何か決意を固めたような、そんな顔をしていた。そしてその夜。パパ、ママ、ちょっと話があるの。お姉ちゃんはパパとママを呼び出した。おお、なんだ話って、お小遣いでも欲しいのか？私は今までパパやママに嫌われるのが怖かったの。マサミへの態度がコロッと変わったみたいに、私も失敗したらいつかマサミみたいになっちゃうって思って、だから二人のご機嫌をとっていたけど。レイカ、何を言ってるんだ。レイク、だけどもうやめたわ。嫌なお姉ちゃんなんて今日これっきりで終わり。娘一人を溺愛するなんて、あんたたち病気よ病気。私妹と出ていくわ。お姉ちゃん。お姉ちゃんは今までパパやママが気に入るいい子を演じていたんだ。だけど本当は中身はずっと昔の優しいお姉ちゃんのままだった。すると次の瞬間。ごめんね、ごめんね、マサミ。ママが泣きながら私のことを抱きしめてくれた。ママに抱きしめられるのはとっても久しぶりだった。ママ。お前。私も本当は胸が痛くて。ママもパパに会わせていたんだって。あの日、あなたを教育センターへ連れて行った日、話し合いがあったの。これからはレイカ一本で行こうって。私は反対したんだけど、そうしたらレイカを連れて家を出ていくと言われて、あなたたちのためにも家族をバラバラにするわけにはいかなかったの。かといって私一人で二人を育てていく自信はなかった。でももう覚悟を決めたわ。あなたと離婚することになっても構わない。お前まで何を。私この子たちと出て行きます。いや待て、俺は。その時。おら！うわあ！レンタロウお兄ちゃん。高校生のレンタロウお兄ちゃんが家に入ってきたんだ。姉妹への愛情に差をつけるんじゃねえ。やっちゃった。どうやらミヤお姉ちゃんたちが様子を見に来てくれていたようだ。ごめんなさい、家に勝手に入っちゃって。あ、止めたんですけど。あなたたちは。警察でも何でも呼びゃいいぜ。俺は我慢できなかったんだ。私の家庭環境を知って怒ってくれたんだ。すると。いや、おかげで目が覚めたよ。あなたパパ。俺はどうかしていたんだ。自分の娘が勉強できないって知ってショックでな。だが俺の子には違いない。すまなかったマサミ。どんなに反省しても許してくれんだろうが、これからの人生をかけてお前へ埋め合わせをさせてほしい。パパもママもこの日から元通りになった。また前みたいに優しくなったんだ。楽しそうにやってるな。私はとってもいい人たちに恵まれて幸せに暮らしている。私はお姉ちゃんと便利部の人たち、それとアントンさんに感謝したのだった。